三角形になるように横に半分に折ります。さらに三角形になるように縦に半分に折ります。折った部分の内側を広げて四角に折ります。ひっくり返して三角の部分を反対に折りずらします。内側を広げて四角になるように折ります。左右の角を下の角から真ん中の折り目に合わせるように三角に折って折り目を入れて広げます。折り目を入れた部分の内側を広げて折ります。ひっくり返して左右の角を下の角から真ん中の折り目に合わせるように三角に折って折り目を入れて広げます。折り目を入れた部分の内側を広げて折ります。上の角を下の角に合わせるように折り下げます。ひっくり返して上の角を下の角に合わせるように折り下げます。上の1枚だけ下の角からハサミで切り込みを入れます。ひっくり返して上の1枚だけ下の角からハサミで切り込みを入れます。表と裏を左へ1つ折りずらします。上の1枚だけ下の角からハサミで切り込みを入れます。ひっくり返して上の1枚だけ下の角からハサミで切り込みを入れます。さらにハサミでこのように切り取ります。上の1枚だけ下の角を斜めに折り上げます。残りの下の角も順番に斜めに折り上げます。マジックで目などを描きます。